まあ、うまくちょっとこう、モダンな家たちが建ってきたらいいね。今はまだやっぱりちょっとまだあれだわ。時代が、まああれだ、まだちょっと江戸時代よりも前ぐらいの文化だわ。おお、ありがとうな、パン。おお、ありがとう、ありがとう。お前なんか、俺だな、顔色悪いな、お前な。いて、なんで？恥ずかしがり屋なんだな、きっとな。うん。ああいう女の子いるもんな。どついてくる。ありがとうな、なんて言うと。別に、あんたのためじゃないんだから、ね、的な。なんだっけ、猫ちゃんか。多分女の子だな、多分な、おそらく。結構このサーバー、男女比率1対1ぐらいかもしんないな。まあ、6対4ぐらいかな。名前が女の子のやつが多いよ。こうやって見ると。ほら、だって、いくいくマンコポン。いくいくおマンコポン。これも女の子だろ？らっきょう女の子。安倍晋三は男かもしれないな。あと、あかねちゃん。アリスちゃん。あみあみちゃん。全員女だわ。俺も、モテ期が来ましたか。ついに。脱サラして3年。ついに来ました。ん？ちゃんと直せよ。何？あ、これ、ちゃんと取った方がいいな、これ。このデカさの木って作り物じゃないの？いや！え？嘘！まさか！これは、いや、で、これでもさ、あれしないと、これ、わかんないぜ、これ。もし、外観用でやったら、看板つけないと、これよかった、俺で。配信に映ってる俺で。これ、マジで、あれだよ。多分、撮られちゃうよ、これ。そのうち。いや、だって、初めての人たちもいるんだから。多分これ、看板立てとかいいぜ。俺を立てといてよっか。さて、西ですか。一個だけやってもらうね。カレー食ったからね、やっぱり、ね、お腹痛くなっちゃって。